巨人坂です。茅ヶ崎の会場トレーニングです。エミちゃんが今バタバタフェザリングステップしています。足を小さく動かしているんですね。腰からの動きです。これをダイナミックバランスのサーフィン。波がちょっと大きくなってきましたね。そうするとね、やっぱり力入っちゃうんだよね。そうすると両足が踏ん張ってるとボードコントロールできなくて落ちること。でもここでちょっと我慢してバタバタ、少しでもいいからバタバタっていう練習をスープのところでやってるうちにスピードを失速し、あ、今ちょっとノーズが上がっちゃったかな。さあこの辺からは途中からの柔らかいバタバタが意識できるようになって、テイクオフしたところからも少しこのフェザリングステップができます。もうこの辺すごいスピードに乗ってるでしょ。これは踏ん張るサーフィンじゃないんです。ダイナミックバランスサーフィン。